ゲマリアル・ガマリエルは、長老、ガマリエル、またはラビ・ガマリエル一世とも呼ばれ、一世紀半ばのユダヤ教の長老である。その名は、神の報いという意味を持つ。サンヘドリンの指導者であり、タルムードによれば、その長としてラバン・ガマリエルとも尊称される。紀元六63年頃に死去した。新約聖書、使徒行伝では、彼はパリサイ派の卓越した。 立法学者として登場する。使徒行伝は彼が過去の故事を引いてサンヘドリンの同僚にペトロやその他のキリスト教の使徒たちが福音を強説することで殺すのは特策ではないと助言したと記している。ガマリエルが大いなる権威を持っていたのでサンヘドリンはこれに同意したとされる。ガマリエルはまたタルススのサウル、すなわち首パウロの死であったとされる。 パウロが自らを名乗って自分はユダヤ人でありがマリエルのもとで学んだと述べている。しかしこれについては解釈が分かれる。ガマリエルがキリスト教徒に対し示した冷静で寛容な態度は初期のパウロの激しい反キリスト教の考えと相入れない。ガマリエルは初期キリスト教に対し寛容な態度を示したのでキリスト教徒たちはガマリエルが実は キリスト教を信仰しているのだとも想定した。この結果、ガマリエル一世は古代ローマの聖者一覧に掲載され、キリスト教の聖人ともみなされていた。ガマリエル一世の後、サンヘドリンの長ともなり、ユダヤ教の長老となったガマリエルの名を持つラビが5人、知られている。ガマリエル二世、三世、四世、五世、そして四百二十五年に没した。 最後のサンヘードリンの長、ガマリエル六世位である。ガマリエルという名は、特段に珍しい名でもない。グノーシス主義においても、ナグハマディ写本中の、エジプト人の福音書と呼ばれるグノーシス文書において、ガマリエル、サブロ、ガブリエル、そしてアブラクサスの名を持つ偉大なアイオンが、語られている。ありがとうございます。